なんか思ってることとかあったら。思ってること、まあ、その今後社会人になってからもうどうしていきたいのかとかある。言いたいことあったんですか。皆さんがここまでね、今日要は区切りなわけじゃないですか、4人での活動は。今までまあ動画は何千本と撮ってきましたが、何千本だよ、100ちょっと超えただけで。100ちょっとですよ。十数年くらいの活動ですか。いや1年ちょっと。一番思い出に残ってる動画ってのは何でしたかって話がね、したかったんですよ。ここの質問はもう終わった。社会人になってからもうどうしていきたいのかとかある。ここの質問はもう終わった。まさかの。なんか盛大に笑ったっていう意味では英語禁止。あー、一番になったから、あなた管を。今撮ってるこれですよ。このあなた管を。特別な感覚っていうやつなんだよ。特別な感覚の本の中にある、21時、29時。日本がもう、日本じゃないんだね。パート2からね。あ、いいね。この中に終われる。終われないね。第2弾が一生落とせれなかった。いや、なんかやろうやろうって話はさ、結構うちらの中で出てたじゃん。そのくせに結局やらずに区切りをつけるという。まあまあね、もうみんな忙しくて予定が合わなくなってきてるでしょ。だからなかなかさ、そういうのって4人でやるのね。まあ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 、まあ、難しかったっていうのはね。やります。確かにね、もうもともと4人で撮れてないやんっていうね。そうなんですよ。私は YouTuber の方と、まあ、やっぱコラボさせていただいて、今の木下さんその時にやった配布なんかが多分特に思い出深い。あー、います木下ちゃんチャンネルの方で。あー、いいんじゃないですか。大丈夫、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 大やってんな。せーの、はい、せーの、えい。あー、どうした。いや、なんでもないと思う。なんかさ、開けてないのがこっちに混ざってるかなって。バカな。え、何事ですか。ビス D。 おー、ビス。これで全員揃った。あ、AB、 AB、 A、 O っす。 O です、やっぱり A っすね。O っすよ。これ A だと思ったんだけど。自分はもう AB とかだから。あー、確かに変な人って。楽しかったよね、あれ。めちゃくちゃ楽しかった。めちゃめちゃ喋りやすかったし、そう、話しやすかったしね。いずれはね、なんかタメ口でも話せるんじゃねえかぐらい仲良くなりたいなと思うんだよね。で、まあ自分は、まあ、4人でっていう動画になるのかちょっとわからないんだけど、ドッキリ。あー、4人だよ。まあ4人だよ。一応4人だよ。お前の態度が悪いって言ってんだよ。エメの態度が悪いんだよ。いや、お前の態度が悪いからこっちが態度悪くなってんだろ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。よし、今外で。いいから早く来い。うるせえ。初めてあれやった時に、あ、YouTuber してるなみたいな。ああ、ちょっとあれだよね、2人だけのグループ作って別の方で会話するっていうまでしたよね。2人だけのグループはポチャだろ。いや、ポチャなんだけど、なんか会話を分けるためにそのドッキリ用のグループを作って2人だけで。ポチャでやったらさ、ドッキリの打ち合わせとかもさ、トーク履歴に残っちゃう。あの時さ、エイトが遅刻してきて、それに対して俺がブチギレるって動きだったんだけど、遅刻してくるから LINE で何やってんのとか言ってたの、わざとね。もしさ、ここ二人になんか見せるっていう感じになったらさ、ちょっと遡ったらその打ち合わせが見られちゃう。あー、確かに。でもまさかコラボ相手巻き込むとは思ってなかったな。コウスくんな。そう。本当にね、あれ悪いことしたと思って。今でも申し訳ないと思ってるね。あの、隠しカメラかなんかでね。あれもそうだったね。あれリアルだったなと思って。確かに、本当ここ二人の生の声で聞けたからね。そうそうそう。ポッキーが本当にノリいい人でよかったな、マジで。あの立場で普通の人だったら泣いてるぜ。先輩同士で喧嘩したらそれは怖いわ。うん。私はですね、いや、まあいろいろあるんですけど、カールくんの、こうしていこられるの。リアクション動画。この発想のさ、いまだに何言ってるかわかんないんだよ。アコースティックって聞こえる。いや、何アコースティックって。なんで使わずの。あれは、あの、まあ、そもそも、その時ってさ、チョップスティック、サイアンティスで使われてたじゃん。その中の一番最後に撮ったやつとしてはあれって、なんか、要はその JYP リアクションフェスティバルだっけが一番まあ、記憶に残ってるのかなっていう感じになるんだけど、うん、その、本当にめちゃくちゃ忙しかった時で、こっちの動画に出るのも結構しんどかったり、あの、編集する時間もないし、で、ちょっとアルバイトが忙しかったり、本当に詰められた時に、頑張って編集した動画なんですよ。あの、ザ・パーフェクトバージョンのやつは。で、そしたら、あの、高評価率が 99.9%。あの、報われた感じもしたし、あの、すごい思い出というか、記憶にすごいよく残る動画でした。
登録者の数の比じゃない数で見られると本当に嬉しいよ、ね、なんかあの一つだけでプラス200とかいってるんじゃない200円くらい伸びてね、知らない間に1500円超えてるね、1500円超えてんのよ。あ、でもちょっといろいろと思い出してきたな、思うけど、なんかもう動画も消えてるからうちらも忘れてたけどさ、うん、ソングル企画やったよ。あー、やったね。あの動画はもう消えてるんですけど、登録者100人記念で自分らでデザインしたロング T シャツをソングにしたやつ、あれもさ、応募してくれた人もいて、事務所がなんかいたって、ね、梱包作業やって、終わった頃もうちょっと真っ黒だった。真っ黒だった。嬉しいなって思いながらね、そんな機会なくない？ないないね。信じられないの時間かかったもんね。うん、みんなでさ、あの手紙も書いたの覚えてる？覚えてます。届ける人全員に一人ずつメッセージ書いて、そういうこともやったから楽しかったなって思う。あと編集が結構過酷っていうかさ、お前がさっき言ったさ、リアクション祭りのさ、20のチョップスティックの時のリアクションあったじゃん。あれさ、急に誰もできないからって俺に編集任されたの。あー。で、それで、その時に2日後に家族旅行あったんだよ。はいはい。だからもうその次の日まで絶対終わらせなあかんって言って、期間だけで言ったら1日かかって終わらせたんだよね。結構さ、ボツになった動画もあるんですよ。あったね。そうね、何個かは。4人で車1台借りて、関東スタバを巡るっていう。はい、あの、47都道府県フラペチーノのやつです。そう。それ回ろうかって回ったんだけど、ね、いまいち売り切れたりとかしてて、ちょっと無理か、ステボツになっちゃったけど。下手片が4人でドライブしただけみたいな。そう。いや、まあでもね、完全にこっちの話だから、全然一緒じゃ分かんない話だけど、結構思い出もあったし、こういうのを YouTube っていう、あれで、こう4人で集まることがなければ、いや、多分集まることがまずなかったのよ。ああ。そもそも。だって学校違うし。大学高校一緒でここ違ってて、で、高校3人一緒でこれだけ違ってて。そう。YouTube がなければ、もう本当にこの4人で集まって遊ぶなんてことは、ほぼありえなかったから、はい、だから本当に YouTube やってすごく楽しかったし、自分大体3日坊主で飽きちゃうんだけど、YouTube はね、全然飽きないんだよ。ああ。だから本当に集まるときには4人で集まるし、まあそれはプライベートで集まるかもしれないけど、まあ自分らは別々の道だけど、頑張っていきたいなと思うので、あの、まあとりあえず一旦ここで区切りということなので、あの、今まで、あの、ソフトバンクスでも見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。終わります。はい。以上、セスタバックでした。ありがとうございました。